はいどうも、サリンショの鉄道です。本日もスターデューバレーをやっていきたいと思います。ちょっとなんか UI の感じがちっちゃいな。なんか前回大きくしたんだけど。で、ですは、硬い木というものがないと、どうやら先に進めないようなので、硬い木を増やしたいんですが、その硬い木というのが、なかなか世の中にないと。で、ちょっと調べてみたんですけども、まずちょっと妻に挨拶してからするか。やべ、新聞プレゼントしたら絶対切れられる。街へ行かなきゃ。世の中の硬い木っていうのがどうやらなんですが、あんまないらしい。で、硬い木をね、なんかね、養殖する方法があるんだってさ。とりあえず、毎日の目標として、まず、下側の妖精の森だから、なんとかの森みたいなところに行って、硬い木を殴って、それから、ちょっと、一日の行動を開始するみたいな感じにしないと、いけない。ああ、久しぶりにいた、こいつ。なんか変なの売ってくれる人じゃなかったっけ？フェアリーシード。秋植えの花。あ、木登り魚。これが、確か、硬い木を作ってくれるやつじゃなかったっけな。あ、一匹しか買えないのか。六匹ぐらいいる。なんだけど釣らなきゃいけないのかな、木のボリウオっていうのも。ひょっとするとそうなのかもな。これ全部かい。ちなみにここで木のボリウオが釣れるのかどうか、釣り方ももう忘れちゃったな。木登り魚って持ってなかったっけ？パーフェクト。おい。この辺も、まあちょっと調べながらやってみるか。さすがにね。だから、ロビンのところに行って、大工仕事ができるかどうかを、ちょっと、チェックイットアウトしてくるか。あ、ゲイルちゃん。猫を飼いたかった。でも、パパはアレルギー持ちだから無理なのよ。わしもじゃ。ああ、ディミトリウスだって。特にな。恋、恋でもやるか？釣った恋でもやるか？喜んでくれるかな？コミュニティの拡充ってなんだ？木材が950。ハムに家を建ててあげたいの？ハムに家を。ハムっておばさんでしょ？ 50 万と木材950であって。ないよ、そんな木材。家のリノベーション。え、ベッドルームを開放する？あ、へぇー。南側の、部屋を追加だって。あ。うわ、ちょっと待って、ドーン。お金も払わずにできたぞ。ちょっと待って。早い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 。もう店終わり？ドーンで終わった。ちょっと。ディミトリウスに恋やるよ。あ！なんかイベントが始まった。ライナスイベント。モグラのライナスイベントが始まった。あいつ何木を触ってるんだ？またそんなうろちょろしてると怒られるぞ。あー、そこには触らねえのか。あ、どうした？あ！うわっ！おお、ライナス。あ、ライナス、だよね。名前を売る覚えのロビンである。お腹空いてない？お昼ご飯作るから、残り物の洞窟人参のシチューなんていかが？残り物っていうのはどうなんだろう。ありがたい申し出が遠慮しとくよ。今日は食料探してかなりの成果があってね。さっきこの辺の草ゴソゴソしてたやつなのかな。あら、そう。なんか、雰囲気としてはそんなに良好じゃない関係にも見えるが。何か言いたげね。
思うところがなくはないが。あー、え？ライネスが元気そうで良かったと思っただけだよ。農場で一緒に暮らさないかってライネスに言って、ちょっと、嘘でしょ。農場って、うち？あー、まあライネスいいやつだってのは分かってんだよな。で、勝手な俺の解釈としてこいつはきっともともと、知恵があるんだよね。だから、もともとは、ほんとちゃんとしてた人なんだけど、なんかの理由があって、こういう生活をしているんじゃないかっていう感じだったんだよな。これ、家族になるのかな？妻とも話してみないとちょっとあれなんじゃないかな？どうだろう？こんなのやって、ライナさん喜ぶんだろうか？ライナさんのその自由な生き方、生き様に水を差すことになれやしないだろうか？と思ってしまいますよね。断られそうな気はするんだよな、すごい。いや別にライナスはライナスで自分で自分の暮らしがあるからな。なんか、こういう、かわいそうだからみたいな。そんなんで、こう、誘うのは良くない気がするけどな。まあでも、元気そうで良かったと思っただけだよ、だと、なんか何のイベントもなさそうだから。まあ一緒に暮らさないかと提案してみるか。で、もし仮にライナスが一緒に暮らすことになったとしよう。そしたら、まあ、その時はその時だね。俺の息子として俺の息子としてな、だからてっぺちゃんの兄として暮らしてもらうことにしよう。家族になろうよライダス。どうだい、わー、すっごい逆立ってる。それ賛成、すごくいいアイデアだよライダス。快適な家を私が建ててあげるよ。なんかちょっと厄介払いみたいな、そんな感じじゃない？違う？ロビー、俺の考えがひん曲がっているか。ようやくあなたも水道と暖房、屋根を手に入れるの。これで私たちと一緒だよ。なんかちょっと言い方がな、家がある、水道暖房がある、それがいい暮らしだよ、みたいな。私と違うものっていう言い方してない？ちょっとなんか含みがあるけどな。まあまあまあそういうもんかな。お、考えてる。あー、気まずくさせちゃったか？遠慮。しとくよ。どうかー、そんなね、リアクション？気持ちありがたいよ、本当にね。でも前にも言ったと思うけど、今の生き方は自分で選んだんだ。そんなこと言ってた気がするな。俺はなるべく一人で過ごしたいんだよ。静けさが好きで、自然のリズムで動きたいんだ。それが俺にとっての心地よい生き方なんだよ。それを変えたくないんだ。そんな風に考えてるなんて思いもよらなかった。そうだぞ。ライナスは自ら選んでるところもあるんだぞ。仲良くしてくれるのは本当に感謝してる。君も同じだと思う。でもね、助けようとしてくれなくていいんだ。自分の人生の生き方は自分が一番知ってるから。分かってくれるかな？悪いことしたかな、やはりな。この匂いわかる？熟したベリーの甘い香りだよ。ああ、飛んでった。そうか、そうか。そうだな。悪いことしたな、ライナスな。お前に声やるよ。すっごい気まずい顔してた。なんか、家作っただけで終わっちゃったよ、今日の一日が。妻。この街は安全だけど、一応子供たちのことは家まで送ることにしてるの。もう優しすぎるよ。妻が優しすぎるよ。お邪魔しますよ。ゲイルちゃん。ん？ゲイルちゃんおらんぞ。待たせてもらうか。アビゲイルのことを。あれ？夜な夜なほっつき歩いてるのか、ひょっとして。なんかどっか夜出かける趣味があったような気がしなくもないな。まずいな。帰ってこないな。怒られる。このままだと怒られるかもしれない。お父さんに見つかっちゃう。まずい。あ。母さんが家の中へ。寝た。
お待たせ。あれ？はてな？あ。おーい、待つのに。なんだ、ダメなのか。すぐ寝たな。俺のこと、見えてた？今。見えてなかったよね。そんな。奥さん。まだなーい。俺の、あ、ここができたんだ、部屋。へえ、これタダで作ってくれたのかな。優しいな。明日もタダで作ってもらいに行こう。おやすみー。お、ミリオネア、俺ミリオネアになったぞ。どういうこと？富士金がなんか、ミリオン行ったんかな？ 20 日。おはようございまーす。ペちゃんに挨拶して。あ、妻の姿がなし。だと。お、お、お。なんか、ヨガ的な何かをしている。妻が。大丈夫ですか？この家、私の実家より静かでしょ？だから大好きなの。実家がどこなのか。あそこを実家と呼んでいいのかな？お、ロビンから？木材が余った。お前普通の木材を集めてたんじゃないのか。とりあえず50もらいました。ありがとう。大丈夫なのかなってそういえば思ってた気がすんな。ウサギからウサギの足が取れちゃうの。ウサギってでもそういうところあるんだな。強いな、ウサギって。てくてんてん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 。てん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 。てんてんてん。てんてんてん。トゥ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 。よし、行くぞ。まずはロビンのところへ行き、養殖池をもらうところからスタートしましょう。家のリノベーション、角部屋を追加。ドカーン家のリノベーションはすごいけどなぁ。ベッドルームを開放する。ドカーン！屋上施設の建築。あ、これか？家畜小屋、井戸、タイル、製粉機、納屋。あった！魚のいる池。石、海藻、緑の藻か。石が200。これが必要なんだ。石200、家にあったんじゃねえかな。ちょっと待って、持ってくるわ。急いで持ってくら。ハムの家のことも考えてあげなきゃいけないんだな。確かに、でも建ててあげてよな。トレーラーハウスだけじゃなくて、ちゃんとした家があったら、まあそれはそれで嬉しいのかもな。そしたら金を稼がなきゃいけねえ。まあお母さんだもんな。家族だもんな。家族になろうね。幸せに、なのを、あや、おあい、やほほい。出荷箱。出荷箱も新たに作ることができるんだね。お友達の家。へぇー。これ多分あれだな。マルチプレイ用のやつだな。魚の入れ池の建設。あ、なるほど。ある程度の敷地が必要なのか。あ、でも、この辺行けそうだな。この辺りに行きましょう。よーし。明日一番で新しい魚のいる池を建て始めるね。明日か。まだまだ時間はかかりそうだな。マルちゃん。面白そうな牧場の話は特にないです。よし。そんだらば、今度は、なんかゴミ箱作ってもらうかな。あいつに邪魔すら。お、何しに来てる。今日はクリントの税金を回収しに来たんだよ。掘り立てられてんのかお前。何かエキサイティングなことをやるには年を取りすぎた。この先待ってるのは汗が流れるほど熱い窯での作業だけさ。今からこの町長を税金を払わないというエキサイティングなことをできるんだけども。
と、金の斧にできるのか、金の延べ棒がいるんだって。とりあえず、このゴミ箱作って、あ、とか、アップグレードとかも一個ずつなんだ。なかなか大変じゃんの。お、アレックスどうしたんだ、グス、泣いとるのか、アレックスどうした、パイナップルみたいな髪型して。慰めてあげよう。この俺がね。泣いてるのかい？おっと、ペットか。泣いてるとこ見られちまったな。どうした？お前の座り方、すごい座り方してるな。ちょうど12年前さ、今日は母さんの命日なんだ。そうなんだ。ごめん、なんか、茶化して入ってごめん。母さんのことはまだはっきり覚えてる。昼ご飯にラディッシュサンドを作ってくれたり、裏庭でキャッチボールに付き合ってくれたり。ああ、そうか。おじいちゃんおばあちゃんと暮らしてるから、お父さんお母さんがいないのか、逆に言うと。アレックスは。俺のことすごく大事にしてくれてたんだ。なのに俺はちっちゃいすぎて、ありがとうも言えないまま母さんはいなくなっちまった。怖いな。そういうのってあるよね。手元にある思い出の品は一つだけ。このお母さんのオルゴールボックスだけさ。うんうん。聞かせてくれよ。めっちゃいいじゃん。いい曲だな、アレックス。あ！びっくりした、お母さんが海からやってきたのかと思った。お母さんの思い出ね。すごい。俺にもわかるぞ、お前のお母さん。アレックスだから A って書いてある。いいお母さんだな。優しそうじゃないか。素敵だね。いい曲をありがとう。さて、なんて声をかける？セット。これは誰か俺に語りかけてんの？今のお母さんから。精一杯努力して、お母さんの思い出に報いようよ。過去に引きずられるのよ。そういうことじゃないと思うけど。寂しくなったらここに呼んでよ。いつでも来るから。乗り越えなくちゃ人生楽しいことばかりじゃないよ。別に乗り越えなきゃっていう必要はないと思うけどな。亡き人を偲ぶっていうの、言うのはね、悪いことじゃないよ。なんか別に思い出に報いよう。思い出に報いる必要はないんじゃないか。というか、頑張ってるんじゃないのか、アレックスは。おそらくそうだぞ。ということは、寂しくなったらここに呼んでよ、だな。またオルゴール聞かせてくれよ。ありがとな、テッドゥ。お前は他の男たちとは違って親切だ。やめろ、その顔。頬をあからめるんじゃない。本当に感謝してるぜ。なーにーってことよ。さあ、座ってベソ書いてたって仕方ないしな。街に戻ろうぜ。そうだな。あー、テッド、どうした？俺が泣いてたこと、誰にも言うなよ。いいか。わかった。言わないよ。ただ、砂浜に書いとくな。波が流してくれるか、誰かが見つけるかの勝負しよう。うふふふふふふ。笑ってら。あ、おい！あ、俺、勇気だな、さては。なんかちょっといい感じの中だな。そしてまた出会う。バーベキューの匂いがするぞ。元気になった見ててよかったわ。お前が。俺何しにここに来たんだっけ？ま、お、やべ、見られてたぞ。スピーカー、街のスピーカーこと、ヘイリーに見られてた。泳ぐにはうってつけの日ね。ネットサーフィンってことかな。ネットの海を泳いでアレックスのことを言うのかもしれない。でも俺には止める術がない。ごめんな。毎晩通ってるなぁ、なんかもう。大丈夫なんでしょうか。よ、今日もおらんぞ、ゲイリー。どうした？あ、帰ってきた。はい。本当のところ、今年の夏は楽しめてるの。うん。
物事の見方がこんなに早く変わるなんて変かな。うんうん。ている？お、お、お！なんかゲームやってる。ぐぬぬ！プレーリーキングのステージ1、まだクリアできないんだけど！はぁ。ぐぬぬ！アドベンチャーオブプレーリーキング。ん？これがお前がやりたかったことの、あ、あ、あ。え？おい。おい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 。なんだよ。どうなっとるんだ。お宅の娘さんどうなっとるんですか。俺を呼び出しておいて何もなしですよ。アビゲイルの顔色が悪いのは気のせいかしら。マジか。顔色が悪いのかな。なんか、問題を抱えているのか。壁なくなったのなんかちょっと気になるな。ちょっと気になるな。出まーす。おやすみー。すげえ稼げてるー。これは50万もあっちゅうまよ。まあ、この調子でいけばだけどな。オッケー。おはよう。おはようございまーす。うん。温かい食事。わあ、オムレツだ。最高。あなたが満腹でし、あ、満腹で仕事に行けるようにするのは私の役目だから。いいやー、ありがとう。さて。手紙は届かずか。ダイヤモンドができた。ダイヤモンドって価値あるんだっけな。できたダイヤモンドをそのまま、資金にするか。よし。これが、要は普通の木材なんじゃないか説があるから、こっちはね、さすがに。だから、木材1000はちょっとやっちゃって、納品しに行ってみるか。ありよりのありだよな。ふぅ、12集まったぞと。まあまあ、でも、どうにかちょっとずつ集まってるな。うん。頑張れなくもない数字だな。ほんと現実的に難しい数字を提示されてるな。あ、やってますね。精が出ますね。よろしくお願いしますね。うん。片息が86。材木はもう906。そんなでもねえな。これはいけそうだぜ。今日中にどうやら終わりそうだ、この仕事は。よかった。これをどうやって納品するんだ？も、ロビンに渡さなきゃいけないとなると、でもロビン仕事中だからな。どうやって渡そう？ひょっとして渡せないとかあんのかな？こんにちは。工事中、納品したいんですけど、難しいっすかね。難しいか。困ったな。そうなると納品ができないぞ。どうやら俺の初仕事は失敗で終わるみてえ。あ、ゲイルちゃん。ゲイルフォース。探検に駆り立てられることはある？私たち、いずれ仲良くなれるかな。お互い変わった趣味を持っているんだし。仲良くなろうとしてるんですけど、ゲイルちゃんの家に行っても何も、ゲイルちゃんの姿がないので、どうすればいいでしょうか。あは。なんか納品できないね。まあいいか。今日は眠るとしましょう。まあ。寝てる。ここ邪魔だね、というかね、上に行く。上に行くルートを潰しちゃってるな、俺。どけよ。よし。壺はここ。ジュークボックスは、ここ。オッケー。おやすみなさーい。つや。
おー、稼ぎがすごいぞ。はん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 。やっぱヤギのチーズは偉大だな。強いな。キャベ。キャベがすごいね。キャベの力。やっぱキャベか？オッケー。さて、22日でございますが、ゴミ箱の用意ができたって。ということ。おぉ、ちょっと待ってください。誰だ？誰だ？知らない人が家の中にいます。あれ、お前、てっぺちゃんなのか？あれ、こんなに大きかったかしら？昨日まで。最近姿をめっきりと見かけていない気がしていたけども。え、大きくなった？てっぺちゃん、ひょっとして。ほんと？あ、でも、左右には動くことを逆にしなくなった。今初めて立ったのかもしれない。おーい、つばー、立ったぞ、てっぺちゃんが。今日はただ楽しむために街へ出歩こうと思ってるの。すぐに戻るから。あれ、てっぺちゃんはそういえば誰が。おお、走り回っている。ちょっと待て、早い、想像以上の速さ。喋れはしないけど、めちゃくちゃ速かった。そして、てっぺちゃんを、誰が見てるんだろうという疑問は、解決していない。これが、ネグレクト。奔放なんだなぁ。うち奔放なんだ。で、なんなら俺が見ろっちゅう話よな。別に俺が見たって構わないんだぜ。だって、よく考えたらね、奥さんも働いてるわけだし、蓄えもまあそれなりにあるし、俺が家にいたって構わんだ。そういう時代だろうな。なんで奥さんが見なきゃいけないんだよ。そうさ。俺はおかしなことを言っている。俺が見たっていい。二人で見ればいい。そういうこと。あれはどうだったかな？畑じゃなくて。あ！できとるぞ！どうすんだろう？この池に魚を投入することができます。投入することができる。4年間箱に入れっぱなしの魚がいるからよ。こいつを入れてやりたいんだが、木登り魚を、これだ。2匹。初めての魚の養殖ですが。あ、入った。あ、いっぱいだって。1匹限定か。で、この木登り魚が、よくわからないけど、一匹で増えるんだ、多分。二匹入れてあげた方がよくない？そういうことじゃないんだね。一匹で増えるんだ。すげえな。逆に。そうだ、多分。なるほど。だから、この養殖がいっぱいあればあるほど、魚を増やすことが可能なのか。よくわからん魚。欲しいなっていう魚を増やすことができるんだな。まあ、その都度、作ってってお願いしなきゃいけないのがちょっとあれだけど。なるほど。頼もう。できたっけ？来たー。よくわからない銅のゴミ箱、受け取りましたよ。そしたら、道具をアップグレードで、わ、金の斧か。え？鋼のゴミ箱、さらに上がある。30% の価値が還元されるんだって。うわ、斧行きてえな。金の延べ棒で斧行けるんだ。クワより斧かな。クワより斧だな、今は。今は、木を切るという使命があるので、おっす。砂漠には行ったことあるか？カリコ砂漠かなんか、確か行ったことがある気が。どうなってるかな？過去の破片。研究のために100個の骨が必要。骨100。ガスの名物オムレツ。卵が2ダース。誰か生産者さんはいらっしゃいませんか？卵2ダースぐらいならどうにかなり、あー、奥さん、どうしたの？こんなところで、木陰で休んでんのかい？あ。今は会話をする気にはならないよ、と。OK。そういう時もあるよね。うん。
俺はそういうの尊重するタイプだから。一人になりたい時間は一人になればよい。いつもね、一緒にいる必要なんてないんですよ。ええ、そういうもの。だってそうだろ。今日はドワーフの誕生日だって。ドワーフ、わからんのよな。ドワーフは鉱山か。ちょっと行ってみるか。ドワーフに私に。卵が1ダース、違う、2ダースいるっつってた？一応あるな。卵行ってみるか、じゃあ。やべ、8時だ。ゲイルちゃんとこ行かなきゃ。頼もう。あ、来た！ねえ、来てくれないかなって思ってたんだ。ねえ、見せたいものがあるんだ。俺、四五日来てたけどな。この部屋。俺が来たけど、すぐ布団に入り込んじゃったの覚えてないのかな？エビちゃん。見せたいものなんだい？なんか、紫の粒が置いてあるけど。スピリットボードって言うんだ。使ったことある？ビジャボードとは違うんかな？スピリットボード。なんだろう。この板に二人で一緒に手を乗せるの。あれだよね。コックリさんみたいなもんだよね。日本でいうところの。ビジャボ。これで精霊たちが私たちの未来を、私たちって、見て動いてる！すっげえ驚いてる。動いてるぞ。最初の文字は、す。次、木かな。なんだろう。何文字だろうね、す。素敵かもしんない。わかんないな。すげえべかもしんないね。次は木。好き。その次は？わあ、見て見て、これを繋げると、テッ。どういうことどういうこと、あ、好きの後に TET って言ったの？好き、テッ。好き、テッ？それって、それってつまり、おっと、ボードがひっくり返っちゃった。あは、あはは。ゲイルちゃん、お前、こんなの単なるお遊びだもん。特に意味とかあるわけないじゃん。うん。私、そう、やることがあるんだ。だからその、出てって、ごめん。なんだよ。そんな、じゃあ、帰るね。終わってしまった。あ、好き、テトで終わっちゃったよ。ゲルちゃん。いない、だと。スピリットボードには、好き、テト、と書かれている。一体どういう意味だったんだ？俺にはちょっとわからない。わからないことだらけさ。ドワーフになんかやりに行けるかな？ドワーフっつうぐらいだから宝石が好きだろ？アメジストか？アクアマリンとかなんか良さそうじゃない？ちょ、ドワーフのところ行って、アクアマリンぶつけてくるか。洞窟のなんか左側とか、なんかその辺にいたような気がする。作りが悪いな、この。アクセスが悪すぎる。この農場。今更ながら気づきました。この農場はアクセスが悪い。ナイスベビー。マルちゃん、星を見ておいでですか。陰影伝の始まりです。お父さん、こんな遅くにここへ、びっくりしちゃった。マルちゃん、何してるんだい。星が見えるかい。すごく綺麗な夜空。こっちに来てよ。いいもの見せたけど、なんかいいもの見せたがるな。何かを見て欲しがってるな。まさか、星座をつなげると、好き、テッドってなるんじゃないだろうな。あの星とあの星をつなげると、好き、テッドとして星をガサガサっとやるんじゃないか？マルちゃん、まさか。ほら、覗いてみて。どれどれ。何が見えた？美しい惑星。ゾッとするような真っ暗闇。さすがにこれは美しい惑星。まあまあまあ。光っててね、美しい惑星が見えましたよ。すごいでしょ。
ああいう星たちに行ける時代になった頃には、私たちはもういないんだろうね。そうね。そうなんだよね。やっぱなんだかんだ遠いっすからな。ワープ工法があるわけでもなし。そこに行ける時代ってのは来るのかどうかっていうのはね、これは私もね、常日頃考えてますよ。どうなってしまうんだろうな、俺はいないんだろうな、みたいな、その、もし仮に宇宙人とね、交流できる日が来たとしても、その時俺はいないんだろうなって思っちゃいますよ。ただこの動画は残っているかもしれない。そう思って生きていくしかないな。これだから人間でいるって不便だよね。そうは思わない？うんうん。どうした？マリちゃん。マリちゃん。どうしたんだい？うんうん。なんでもない。そうかい？ねえ、今度はあっちの連星を見てみようよ。あのつながりを指でなぞってごらん。月、セット。そういう話なのかな？夜空がたくさん、夜空にはたくさん星がきらめいておったそうな。あ、流星！あ、すごいでっか、こんなでっかく星が見えるの？地球じゃねえな。さても。素敵な一日でしたね。とっても素敵な夜だった。マルは新しい世界を見せてくれた。イベントやったー。洞窟ってどこにあるんでしたっけ。私も忘れてしまいました。洞窟の場所を。ドワーフは左側にいるんではなかったか。あ、違うか。どこだっけ？どっかにいるんだよな。こっちか。いたいたいた。おい、ギリギリ誕生日間に合ったな。全部地上で見つけたもんだ。夜の間にあんたら人間からいただいたものさ。何の話？誕生日らしいね。おめでとう。これ、アクアマリン。ぽい。誕生日を覚えていたのね。ありがとう。これはいいものね。ようやくちょっとだけ仲良くなれたな。治癒財産って何のことだ？いいんだよ。お前は分からなくて。財産はみんなで分け合おう。これで戻れるんだな。そうか、これで来ればよかったのか、逆に。バス停かな？バス停。馬は自力で帰ってきてもらうとしてと。よーし、今日も働いたぞ。寝ると、すっかー。ペペちゃんは、どんな感じ？あ、もう普通に寝て、目を開けておいでですか？夜が更けてきました。やべ、寝ねえと。寝ねえとやべえ。明日に影響すっぞ。おやすみー。うん。それなりに稼げたかな？チーズがいいね。もう二つでか。まあまあまあ。まあまあいいんじゃないですか？オッケー。